予想望み通り復活したわよ。それで私が勝つために何をどうすればいいのかしら。問題ない。悪かったわよ。今後は控える。こうするわ。運命共同体だものね。一緒に悔しがりながら勝つ方法について話しましょう。プロデューサー、どういうこと？とぼけないで。私の食事ずっとプロデューサーが用意してくれていましたよね。なんで人参とか椎茸とか私の苦手なものばっかり入れるの？私の嫌いな食べ物知り尽くしてるくせに。だからってこんな許されると思っているんですか？椎茸もです。レンコンもです。またそうやって気のない返事をする。プロデューサーって本当に性格悪いですよね。人として最低です。弱みにつけ込んでアイドルを脅すなんて。こんなことになったの私の実力が足りなかったからだ。次こそは圧倒的な結果を残してプロデューサーを黙らせてみせるから。約束したから。プロデューサー、ごちそうさまでした。へへ、調子に乗ってたくさん頼んじゃってすみません。この流れはまさか。ちゃん今日の司祭か何か。愛が激重でさすがに引くんですけど。こんなに激重なのはうちのプロデューサーだけだって。絶対やめてくださいね。まあもう落ち込む気分じゃなくなっちゃった。まったく担当アイドル好きすぎだっての。あれ？そっか、模擬演習の後倒れちゃったんだ。プロデューサーどうだった？私の模擬演習。おお、一刀両断。そっか。行かないね。だってこれを求めていたから。これが私の趣味だから。プロデューサーも嬉しそう。人のこと言えない。これからもよろしくね。先生、
ださったのですわね。ご心配をおかけしました。今日お休みしたのは病気ではありませんの。筋肉痛ですわ。まあ嬉しい。先生ってまるで鬼のよう。サボってしまって、模擬演習がうまくいかなくて、もう全部嫌になってしまって。チャンス？プロデューサー、そうですね。なんだか恥ずかしくなってきました。もう大丈夫です。ご心配をかけました。失敗の経験を糧にしてまた駆け上がっていきますよ。はあ、プロデューサーくん、ごめんね。うまく期待に応えられなかったよ。こんなんじゃみんなのお姉さんになんてなれないよね。プロデューサーか。プロデューサーか。ありがとう。そうだね。転んだだけなんだから、また立ち上がればいいんだよね。南お姉さん、頑張るよ。プロデューサーくん、これからもどんどん頼っちゃうけど、よろしくね。はい、もうあんな思いをしたくないんです。上手にできませんでした。どうしてそうなるんですか。でも
です。先輩を笑顔にできるようにちゃんと頑張ります。あはは、思ってたより全然ダメだったよ。ごめんピーチ。でもさ、結局ピーチが思ってた感じにはいかなかったわけじゃん。だからごめん、今までありがとね。ピーチ、マジで言ってる？そっか。まあそうだよね。諦めてないなんて一言も言ってないんだけど。なんでピーチはそんなに私が諦めないって思ってんの？それはほら、なんか合格しちゃったからさ。不合格になった他の子とかに悪いっていうか。もううるさい！全然私の話聞いてくんないじゃん。要はピーチを諦めさせればいいわけっしょ。もう一度だけ付き合ってあげるよ。次こそ諦めさせてあげる。覚悟しててよね。お疲れ様です、プロデューサーさん。はい、どうでしたか？私もそう思います。今回は了解です、プロデューサーさん。次は勝ちます。悔しさとか自分への怒りとかこれまでの反省とかいろいろ胸でぐるぐるしてまして、いつも自然とこうなるんです。さあどうやってリベンジしましょうか。力を貸してください、プロデューサーさん。自慢じゃないですけど、私一人じゃ何にもできませんよ。